皆さんこんにちは。日々のパン、吉永舞子です。急いでパンを焼きたい方に30分で全粒粉丸パンご紹介していきます。簡単で可愛くまん丸に焼けてきます。ぜひお試しください。材料です。有塩無塩どちらでも構いません。バターを 10g ご準備ください。工程は動画の中で詳しくやっていきますが、今回はレンジ発酵を2回入れていく作り方です。調整はトースターが簡単でおすすめです。それでは早速作っていきましょう。まず材料を計量してください。大きなボウルに強力粉 100g、全粒粉 50g、塩 3g、砂糖 15g を入れます。小さなボウルに牛乳 80g、水 20g、それとまた別のところにバターを 10g お願いします。小さなボウルの中にインスタントドライイースト 3g を振り入れていきます。イーストを溶かしている間に大きなボウルの中身をぐるぐるっと混ぜておいてください。インスタントドライイーストが仕込み水の中で溶けたら、一気にボウルの中身を大きなボウルの中にざっと入れてください。ここからゴムベラで混ぜていきます。特に決まりなどはないので、ギュッギュッと押し込みながらグルテンを作っていきます。ある程度までいって水分がこれ以上減っていかないなという状態にまでなったら、手でこねていきます。これも決まりはありません。キュッキュッとボウルの方に向かってグーパンチしてあげてください。半分に折ってグーパンチというのを意識していただくと、早くグルテンができると思います。半分に折るのがポイントです。半分に折ってグーパンチを繰り返していくと、こんな感じに一塊になってきます。水っぽいところ、粉っぽいところがなくなって、全体が均一になればもう OK です。バターを置いて、ふんわりラップをかけます。この状態でレンチンしていきます。600ワットで20秒ほどレンジで温めると、人肌程度に温かくなってきます。この際に60度を超えてしまうとイーストが死んでしまって膨らんできませんので、あまり熱くなるようなレンジの場合は10秒で区切って様子を見てあげるようにしてください。バターを揉み込んでいます。表面にのせたバターが柔らかいので中に入りやすいと思います。キュッキュッと揉み込んでいって、塊がなくなってきたらグーパンチ、半分に折ってグーパンチをまた繰り返していきます。この時生地は手早くやるとまだ温かいんですが、冷たくなってきたらこの後ふんわりラップをしてレンチン2回目いきたいと思います。200ワットもしくは解凍モードで20秒ほど温めてください。これも同じで60度を超えるとイーストが死んでしまいます。ほんのり温かくなるまで、でストップしてあげてください。放射線に6等分していきます。放射線に6等分したら、前回もやりました、ごまパンの時にやりましたね、丸め三角形を立てて上から潰して半分にパタン、そして閉じ目を縦に向けてまた半分にパタン、これを繰り返していきます。丸い形にすることも目的ですが、表面を1枚ピンと貼ってあげることが目的です。大きな生地の丸い生地の状態の時の一番外側にあった生地、あった部分を伸ばす作業になります。この手順でやっていただけるとまん丸になってくるかなと思います。天板にくっつかないアルミホイルを敷いてパン生地を並べていきます。乾燥しないようにラップをかけてトースターで仕上げ発酵を取ります。自
旦トースター発酵の方法ということで、トースターを空の状態で10秒ほど温めて、人肌程度に温まったのを確認したら、生地を中に入れて少し休ませてあげてください。60度を超えるとイーストは死んでしまいます。暖かすぎる場合は中の空気を入れ替えましょう。ということで、置いておいた生地がこんな感じで 1.5 倍ぐらいにふんわりと膨らんできました。かわいいですね。そしたらこれをトースターで焼いていきます。トースターの余熱はいりません。冷たいトースターに入れて焼いていってください。美味しくなってねトースター1000ワットで10分焼きます。焦げそうなら途中アルミホイルをかぶせてください。というわけで、じゃじゃじゃーん。こんなにこんがり可愛く丸パンが焼けました。なかなか丸く焼けないという方いらっしゃるかもしれませんが、この方法だとまん丸に焼けてくれます。しっかりとグルテンができていること、仕上げ発酵が取れていることが丸い形を保つ秘訣です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆様のご家庭の合言葉がパンが焼けたようになりますように。ありがとうございました。またねー。